プチトレインデラルーヌは、フランスバスク地方のピレネー山脈の西端にある、メーターゲージのラック式鉄道である。この鉄道は、サンジャンドリューズの約 10km 東にあるコルドサン・イグナスとラルーヌの頂上を結ぶ。ラルーヌの頂上は、フランスとスペインの境界にあるが、鉄道は、完全に、フランスピレネーアトランティック圏内にある。山頂駅。 三省電源のツインワイヤーが見える。背景には大西洋岸が見える。ラルーヌの頂上までの鉄道を建設するというアイデアは最初1908年に提案され、1912年に可決された法律により、県に建設と運営が委託された。1912年に路線の建設工事が開始されたが、第一次世界大戦中中断され、 1924年6月30日に開通した。1978年の国民投票で近くのサール村の住民はルーヌ山頂への道路を建設する提案を拒否し、鉄道が生き残ることができるようにした。路線を建設して1982年まで運用する免許がリパルチマン・ツー・ザ・ソシエテ・アノニム・デ・シュマン・デ・ファー・バスクに付与され、 同社は1914年に社名をボイズ・フェアリーズ・デパーティメンテールズ・ジュミディに変更した。元の免許は1994年まで延長され、合併の結果、1989年にそして、ヒドロ・イレクトリケ・ジュミディに引き継がれた。1994年、免許の期限切れにより、路線の運用は県に戻った。1995年から2012年まで、 この路線は大規模な国際輸送サービスとフランスの他のいくつかの観光鉄道のビジネスを行うベオリア、トランスポールの子会社である CFTA との契約のもとで運転され、2012年に一部レスメント、パブリックデステーションズ D ・アルティチュードが運用者に参加した登山列車。この路線には次の技術的特徴がある。列車は4輪の電気機関車が 山側の2台の客車を押し上げて下ろす。各客車は上端が4輪の台車で、下端が2輪の車軸になっている。各客車には10席のコンパートメントが6つあり、各列車の乗客は120人である。この路線は3月中旬から11月上旬まで運行しており、列車は35分ごとに運行している。この路線は現在も参照交流を使用している世界の4つの 路線の一つである、ありがとうございます。